日本語能力試験、懲戒 N5 これから N5 の懲戒試験を始めます。メモを取ってもいいです。問題用紙を開けてください。問題用紙のページがないときは手を あげてください。問題がよく見えないときも手を挙げてください。いつでもいいです。問題1問題1では初めに質問を聞いてください。それから 話を聞いて、問題用紙の1から4の中から、一番いいものを一つ選んでください。では、練習しましょう。例 クラスで先生が話しています。学生は今日、うちでどこを勉強しますかでは、今日は20ページまで終わりましたから、21ページは宿題ですね。全部ですかいえ、21ページの1番です。2番はクラスでします。 学生は今日、うちでどこを勉強しますか一番いいものは3番です。回答用紙の問題1の例のところを見てください。一番いいものは3番ですから。答えは このように書きます。では、始めます。1番。1> 靴下の店で、女の人と店の人が話しています。女の人は、どの靴下を買いますか子供の靴下、 ありますかはい。長いのですか短いのですか長いのです。はい。果物の絵と動物の絵があります。どちらがいいですかそうですね。動物のをください。女の人は、 どの靴下を買いますか 2> 2番病院で医者と女の人が話しています。女の人は1日に、 何回薬を飲みますかこの薬は朝と夜ご飯を食べた後で飲んでください。昼ご飯の後は昼は飲まないでください。はい。4日間飲んでくださいね。わかりました。女の人は一日に 何回薬を飲みますか ?3 番デパートで女の人と店の人が話しています。店の人はどのカバンを取りますかすみません。その 上の黒いい。カバンを取ってくださいどちらですかこの小さいのですかいいえ大きいのです。はい。店の人はどのカバンをとりますか 4番。教室で先生が話しています。学生は机の上に何を置きますか今からテストをします。このテストでは辞書を使う問題がありますから、机の上に辞書を出してください。鉛筆と消しゴムも出してください。 時計はカバンの中に入れてください。先生、ノートはどうしますかノートもカバンの中に入れてください。学生は机の上に何を置きますか 5番バスの中で旅行会社の人が学生に話しています。学生は初めに何をしますか皆さん、ホテルに着きました。今から1階のレストランで晩ご飯を食べます。晩ご飯は7時からです。今、 6時50分ですからすぐに行ってください。皆さんの荷物はホテルの人が部屋に持って行きます。晩ごはんの後はテレビを見たり買い物をしたりしてください。学生ははじめに何をしますか 6番男の人と女の人が話しています。男の人は何を持っていきますか来週の日曜日、海へ行きますね。何を持っていきましょうか私はおにぎりを持っていきます。じゃあ僕は飲み物とお菓子をお願いします。 はい。飲み物とお菓子ですねあ飲み物は重いですね海に着いてから買いましょうそうですね男の人は何を持っていきますか 7番バス停で女の人とバス会社の人が話しています。女の人は何番のバスに乗りますかすみません。1番のバスは緑駅に行きますかいいえ緑駅に行くバスは3番と5番と7番ですよ。 そうですか。あでも、今日は日曜日ですから、5番のバスはありません。そうですか。それから、3番は朝と夕方のバスですから、今の時間は7番ですね。わかりました。ありがとうございます。 女の人は何番のバスに乗りますか問題2問題2では,はじめに 質問を聞いてください。それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から、一番いいものを一つ選んでください。では、練習しましょう。 例。男の人と女の人が話しています。男の人は昨日、どこへ行きましたか男の人です。山田さん、昨日どこかへ行きましたか図書館へ行きました。駅のそばの図書館ですかはい。僕は山川デパートへ行って買い物をしました。 え私も昨日の夜山川デパートのレストランへ行きましたよ。そうですか。男の人は昨日どこへ行きましたか一番いいものは3番です。回答用紙の問題二の 例のところを見てください。一番いいものは三番ですから、答えはこのように書きます。では、始めます。一番大学で 男の学生と女の学生が話しています。女の学生は今日何時間勉強しますか山田さんはいつも何時間ぐらい勉強しますかうーん、毎日3時間ぐらいです。え私は毎日1時間です。あ でも、明日はテストがありますから、今日は4時間勉強します。そうですか。女の学生は、今日、何時間勉強しますか 2>, 2番男の人と女の人が話しています女の人の電話番号は何番ですかあの山田さんの電話番号は512-7734ですねいいえ7734じゃなくて 7743です。え、ちょっと待ってください。メモします。512の7743です。はい、ありがとうございました。女の人の電話番号は何番ですか 3番。女の学生と男の学生が話しています。男の学生は誰と住んでいますか山田さんはお父さんとお母さんと一緒に住んでいますかい,いえ、両親は遠くに住んでいます。そうですか。今、姉と一緒に住んでいます。 兄弟は一人ですか?。あ、弟もいますよ。弟は両親と一緒です。男の学生は誰と住んでいますか?。四番。 学校で男の学生と女の学生が話しています。二人はどこで昼ごはんを食べますかもう一時ですね。何か食べませんかそうですね。でも今日は土曜日だから学校の食堂や喫茶店は休みですよ。じゃあ、 パン屋でパンを買って教室で食べましょうか。そうですね。二人はどこで昼ごはんを食べますか 5番。教室で先生が学生に話しています。学生は何で名前を書きますかはい。じゃあ、ちょっと聞いてください。えー、来月のバス旅行に行きたい人は、この紙にボールペンで名前を書いてください。 鉛筆じゃなくて、ボールペンですよ。黒で書いてください。赤で書かないでくださいね。学生は何で名前を書きますか 6番。女の学生と男の学生が話しています。二人は明日、どこで会いますか明日の夜、一緒にサッカーを見に行きませんかいいですね。どこで会いましょうか ?5 時に駅で会いませんか駅は人が多いですよ。 そうですね。じゃあ、駅の前の喫茶店はどうですかはい、そうしましょう。あ、サッカーを見てから、近くのレストランで晩ご飯を食べませんかええ。じゃあ、明日5時に会いましょう。二 <noise> 人は明日、 どこで会いますか問題3問題3では絵を見ながら質問を聞いてください。 矢印の人は何と言いますか ?1 から3の中から一番いいものを一つ選んでください。では練習しましょう。例レ,<イ>レストランで お店の人を呼びます。何と言いますか ?1、1> いらっしゃいませ。2>, 2、失礼しました。3、すみません。一番いいものは3番です。回答用紙の問題3の 例のところを見てください。一番いいものは三番ですから、答えはこのように書きます。では、始めます。一番。ご飯を食べました。 何と言いますか ?1、1> ごちそうさまでした。2>, 2、いただきます。3、どういたしまして。2>, 2番、 電車の中です。女の人が来ました。何と言いますか ?1、どうもありがとう。2、はじめまして。3、ここ、どうぞ。 3番、うちへ帰ります。友達に何と言いますか ?1、行ってきます。2、2> じゃあ、また。3、ただいま。 4番、郵便局で切手を買います。何と言いますか ?1、1> 切手を買いませんか 2>, ?2、切手をどうぞ。3、切手をください。 5番、友達は鉛筆がありません。友達に何と言いますか ?1、1> 鉛筆借りましょうか 2>, ?2、鉛筆使いますか ?3、鉛筆貸してください。 問題4問題4は絵などがありません。文を聞いて1から3の中から一番いいものを一つ選んでください。では練習しましょう。 例お国はどちらですか ?1, 1あちらです 2, 2アメリカです3部屋です一番いいものは2番です解答用紙の問題4の例のところを見てください 一番いいものは2番ですから答えはこのように書きます。では始めます。一番今日は何日ですか一。三日です。 2.3週間です。3.3時です。2>, 2番。すみません、図書館はどこですか 1. あそこです。2> 2 6時までです。3本を借ります。3番明日何時に学校に来ますか ?1 バスで来ます。2 9時半です。3、6人です。4番、田中さん、その荷物を持ちましょうか ?1、どういたしまして。2、 持ちませんでした。3、ありがとうございます。5番、ちょっと休みませんか 1>, ?1、日曜日です。2、2> お元気ですか 三、そうしましょう。六番、それは何の本ですか一、1料理の本です。二、私の本です。 はい、そうです。これで、懲戒試験を終わります。